皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。いつの間にか10月が過ぎ、美しい紅葉が秋の絶頂を知らせています。誠の父母様は美しい自然の中で天の父母様の心情と愛を感じることができるよう、ビジョン2027勝利及び天苑宮天一正殿の勝利奉献のための新韓国指導者ワークショップを主管してくださいました。今週は新韓国指導者ワークショップの現場の様子とともに、天一国宣教現場のニュースをお伝えいたします。五色の紅葉が美しく染まった秋、誠の父母様は新韓国の設立機関の中心指導者たちとともにヨンピョンリゾートを訪問されました。この日、野外礼拝のためにヨンピョンを訪れた天苑教会のシックたちは、誠の父母様を喜びの拍手と歓声で歓迎しました。ビジョン2027勝利及び天苑宮天一正殿勝利奉献のための新韓国指導者ワークショップが誠の父母様をお迎えする中で開催されました。新韓国家庭連合をはじめ設立機関の活動報告を通じて2027勝利のための活動計画を共有し、天の父母様と誠の父母様が願われるその日のために全力投球することを誓いました。続く天苑宮建築経過報告の時間には、天苑宮推進文化委員長が出席し、建築経過報告と展示文化報告、芸術文化経過報告を行い、来年5月に奉献を控えた天苑宮天一正殿の雄大で美しい姿を見ることができました。午後には誠の父母様をお迎えし、バルワン山千年樹荒らぎ森の道を巡礼し、大自然の中創造原理に従って調和をなす木々から天の機運を受けながら聖世を捧げる時間を持ちました。続く特別集会の時間、誠の父母様は御言葉を通して天の父母様が創造された本然の姿を取り戻した人類となるよう最善を尽くしてほしいと呼びかけられました。내가오래전부터우리는심정문화혁명을일으켜야된다하고말했어요그것은본래창조주하늘부모님의꿈은지상에서참부모를통한자녀들을만나서함께생활하고싶으신것이었어요내가엊그제선문대학에서얘기했듯이한사람의의로운사람에의해서참문화가바뀌는데이렇게50년60년이지나도록왜그문화를바꾸지못했을까반성해야됩니다그러면어떻게해야되겠어요그동안은교회에서순결교육도하고했지만은이제는지금의대내 2, 3세4대까지있는데참세상에청소년들을자연스럽게창조주하나님의창조물을모아서보아서느낌과깨달음과반성하는아내가이나무를보아서천년주목숲길을통해서많은세상에2세3세들이교육을받아야돼요그게그들이자연스럽게이심정문화하늘을공경하고부모를사랑할수있는그런문화를자연가운데서터득하며배우며우리의본연의창조의그
아름다운자연법칙타락하지않은만물세계는창조원칙에따라서계속해서순환되고번성해나가는데타락한인간만이모든문제를만들고있어요그래서우리는보여줘야돼가르쳐줘야돼그래서이아름다운자연에서여러분들과함께미래를향한승리또미래의아름다운결실을열매맺을수있도록노력함으로써희망찬내일을향해서전진합시다하고모이라고했습니다まことの父母様の深い心情を感じた指導者たちは今回のワークショップを通じて感じた感想を発表し決意を込めた歌とまことの父母様が好まれたヒョジョンの歌を歌いながら天の父母様とまことの父母様の夢を叶えて差し上げるその日に向けて実践休校することを誓い合いました HJ 庭園の紅葉が見頃を迎え美しく澄んだ空からの日差しが暖かく感じられるひと日誠のお母様と共にする秋のヒョジョン塗りが行われました誠のお母様は聖和子女たちを明るい笑顔で歓迎し愛の御言葉を語ってくださいましたのいどるんマリア왕엄마와하나된가족이야그래서너희는왕엄마가사랑하는효동이야효동아사랑해너희들도형제끼리서로사랑하고사이좋게지내야돼아이착하다天の父母様に功を捧げる효동として健康に育つことを祝福してくださった誠の母様ヒョドンたちは秋の記念撮影を共にしてくださりプレゼントをしてくださった誠のお母様に感謝の気持ちを込めて可愛いダンスで喜びを開始しましたまた中心指導者たちと共に秋の記念撮影を共にしながら天の父母様が与えてくださった自然の美しさと温かい愛を分かち合う時間になりましたdai 34回新統一韓国平和フォーラムがシンクタンク2022政策研究員とともに北朝鮮の核問題とロシア・ウクライナ戦争の争点をテーマに進められましたユン・ヨンホ世界本部長は歓迎の辞を通して平和は選択ではなく生存の問題であり本日のフォーラムを通じて新統一韓国と新統一世界に向けた意見を得られることを願っていると伝えましたチン・ソンベ・ヒョジョン世界平和財団理事長は文化はまた別の名前の政治であり文化戦争は軍事戦争と同じであり文化戦争で勝利できる唯一の代案がヒョジョン思想と誠の父母思想であると強調しましたムン・ビョンチョルシンクタンク2022政策研究員は韓半島平和体制と第5国連事務局 DMZ 誘致について発表しながらチョン・テイク元ロシア大使はロシア・ウクライナ戦争の展望と我々の対策と題して現在の国際情勢と私たちの立場について展望しましたその後平和討論を通じて北朝鮮の核問題の本質と国際核秩序について詳しく探り平和のために私たちがどうすべきかについて考察する時間を持ちました新中米4地区ドミニカ共和国家庭連合は帰省祝福祝祭を行いました全国に誠の家庭運動を広める目的で開催された今回の祝福行事で16層が帰省祝福を受け76人のゲストが出席しました祝福祝祭を通じてシックたちは新則メシアの使命を果たすことを誓いました新南米2地区チリ家庭連合はイースター島で新則メシア活動を通じて平和大使のための祝福式を開催しました追い越す原理教育と女性連合の活動を通じて確固たる基盤を築いている中多くの女性指導者と因縁を結び
地方自治体や市役所はピースロード行事を積極的に支援する旨を伝えました。フィリピン家庭連合では国家建設と平和のためのビジョンとリーダーシップの提示をテーマに2日間統一原理説明会が行われました。28人の聖職者と貴賓がフィリピン各地から集まり、2日間統一原理について知る時間となりました。すべての講義が終わった後、参加者たちは積極的に意見を交わし、水準の高い教育に対して感謝の意を表しました。アメリカのクリフトン家庭教会では6層の寄生家庭祝福式を行いました。シックたちは彼らの出発を祝賀しました。新韓国 UPF はソウル大学宗教学科のソン・ヘヨン教授を招き、第15回新韓国フォーラムを開催しました。今回の行事は新韓国フォーラム会員約100人が現場に参加し、 UPF コリア YouTube チャンネルを通じて生中継されました。新韓国 UPF のイ・ヒョニョン会長は、宗教家として自身の内面を振り返り、私たちの社会を振り返る時間を持っていただきたいと挨拶を伝えました。ソウル大学宗教学科のソン・ヘヨン教授は、現代社会の変化と宗教の未来というテーマで講演し、多宗教社会である韓国で平和の道へと進むためには皆の努力が必要だと強調しました。世界平和華人連合会は、第3回チョロン地域戦闘中国軍犠牲者開恩世界平和祈願祭を開催しました。この日、世界平和祈願祭には中国、アメリカ、マレーシア、日本、タイ、フィリピンの代表が共に参加し、各国の学生たちの追悼公演と多文化平和芸術団の追悼公演を通じて、みんなで平和を祈願しました。参加者たちは約70年前にチョロンの地で尊い命を捧げた若者たちを称え、平和を祈願しました。韓国宗教協議会と世界平和宗教人連合が主催する第36回超宗教祈祷会が行われ、新統一韓国の実現に向けて多宗教と心を一つにする時間を持ちました。韓国イテウォン惨事の犠牲者を哀悼しながら始まり、多くの宗教家たちが参加しました。超宗教祈祷会は平和のために実践し、生生を捧げる宗教家たちを一つにまとめ、宗教が社会的に及ぼす共生の役割のために続けられています。太平洋聖職者協議会は、神様を中心とした共同体をなすキリスト教の設立的な役割をテーマに PCLC1 周年記念大会を行いました。14カ国の聖職者代表161人が現場参加し、201人はオンライン双方向、約5000人がインターネット放送で参加しました。この日の行事にはアジア太平洋地域のキリスト教指導者たちが一堂に会し、平和のために手を取り合って祈り、世界中のキリスト教が自由と信仰、家族として使命を全うできるよう支援する法案を議論しました。新アジア太平洋自治区では、ヒョジョン中央アジアの美しさというテーマでヒョジョン平和礼拝が行われました。14カ国から298人の人々がオンラインで参加した今回の礼拝は、中央アジアシックたちの踊りと歌を通じて彼らの才能を披露する機会となりました。デミアン・ダンクリー大陸会長は、誠のお母様の自叙伝の内容を引用し、孝行の重要性について強調しました。誠の父母様の愛を中心に、兄弟姉妹が一つの家族となって孝行を実践することを激励し、参加したすべての人に感謝を伝えながらヒョジョン平和礼拝を終えました。セネガル女性連合は UPF 平和大使協議会とともにピースロード2022を開催しました。今回の行事には様々な NGO 代表をはじめ約100人が参加し、世界平和のために行進しました。特に NGO 代表たちと平和の木を植える時間を持ち、今後の活動のための良い関係を築きました。新韓国女性連合は国連の日を記念し、全国支部で同時に環境浄化ボランティア活動を行いました。道端のゴミを拾う環境保護キャンペーンジュプキングを通じて、美しい韓国を後代に伝えていくという趣旨で、一つだけの地球、一度限りの今というテーマで全国186支部約1500人の会員が参加しました。
女性連合は気候・環境の問題において今後も良き影響力を伝え実践していくことを明らかにしました。新中南米女性連合と霊婦人連合は共同主催で乳がん予防キャンペーンピンクオクトーバー2022イベントを開催しました。オンライン非対面で行われた本イベントではファーストレディ、国会議員、NGO 代表など700人が参加し、世界平和女性連合のムン・ソンジン主席副会長が基調講演を伝え、指導者たちは乳がん予防に対するメッセージを共有しました。コートジボワール女性連合も乳がん予防キャンペーンの一環として女性教育機関で約100人が参加する中カンファレンスを行いました。フィリピン統一武道は武術による平和促進をテーマに2022統一武道ルソン親善試合を開催しました。今回の行事では9つの統一武道支部から来た122人の参加者が親善試合に参加する中こう強調する統一武道の特性を示すために行われ、選手たちの自信を高めトレーニングと各チームの目標達成にさらに専念することに助力しました。新アフリカ YSP ではヒョジョンラン青年リーダーシップ修練会の開会式が対面及び非対面約3100人が参加する中で行われました。未来の人材と指導者の育成という誠のお母様の願いを受けて始まったヒョジョンラン青年リーダーシッププログラムの第1期には新アフリカ10カ国から集まった19人の生徒たちが出発を知らせました。新アフリカヒョジョンラン第1期の生徒たちがバカリカマラ天元町にヒョジョンランの旗を渡し誠の父母様に奉献しました。その後バカリカマラ天元町が宣教と信仰生活についての御言葉を伝え、新アフリカヒョジョンラン第1期の生徒たちは合唱を通して天の父母様と誠の父母様のためにヒョジョンの主となる決意を表しました。新アメリカベイエリアカープは2泊3日間第3回秋季週末修練会を開催しました。今年のテーマは新しい出発で、今回の修練会には21人が参加しました。参加者のうち9人が非会員で、そのうち3人は修練会に初めて参加しました。新韓国4地区では第8回牧会者力量強化アカデミーが読書討論を通じた説教及びシック教育をテーマに行われました。イサンジェ会長は第一線で歩んでいる公職者たちに感謝の気持ちを伝え、勝利する4地区になることを祝願しました。参加者たちはチーム別に分かれ、本を読んだ感想を共有し、さまざまな観点を傾聴し熱い討論の時間を持ちました。新アメリカでは誠の子女の日を迎え、各教会で誠の子女の日を記念しました。教会の正殿または野外で共にこの記念日を祝い、子女たちに教会の伝統を知らせる時間となりました。いつでも自然は原理に従って、秋になれば木々は紅葉に染まり、冬に備え落ち葉を散らせます。天の父母様が創造された宇宙の原理に従い、私たちも互いにために生きる生活を実践し、誠の愛を分かち合うならば、この世界には幸せがあふれることでしょう。最近ウクライナや韓国など世界各地で起きている事件事故などにより苦痛を経験している人々が平安を取り戻せるよう祈ってやみません。それではまた来週お会いしましょう。